まずはホームチームの SC 相模原ご紹介しましょう。前節からは4人変えました。ゴールキーパー竹重です。で注目は新加入の藤原雄大、19歳が浦和から期限付き加入で初のスタメンです。そして白井川崎の3バック、中盤はただ川上、そして今日稲本先発、小玉、ツーシャドウの一角、今日藤本純吾先発、そして安藤、ワントップに中山と予想しました。今日は有利はベンチスタートということになっています。一方の北九州、こちらは前節からは2人変えました。 4-2-3-1 の形を予想しています。ゴールキーパーが加藤、ディフェンス4バックは野口、岡村、村松、永田、この4人は変わらず、中盤伊沢と針谷のダブルボランチで予想しました。で左に長野が4試合ぶり、そしてトップに富山が7試合ぶりの先発、そして前川、高橋というメンバーになっています。しばらく岡村が運んで右の野口を使います。でここでくさびが入りました、はい、富山の落としだったんですが、ここを拾ってスルーをしました。さあここは児玉亮斗が持ち上がっていきます。ライン際、ここは残っている。さあチャンスになります。2枚中央に入ってきていますが、藤本突っ込んでくる、セカンドボールでシュートへ、安藤翼でした。そうですね、ニアにね藤本が入ってきましたよね。これ、はい、稲本経由しながらうまくねここスルーして、で縦突破して、で藤本がねニアに走り込んでるんですよね、はい、でそこに合わせたんですけど、そのセカンドボールをしっかりとね安藤が拾って、今日はまあ富山がトップの位置に入っていて、はい、その下に前川という形ですね。あと北九州の場合は、どちらかというと相手の、まあ、システムによって立ち位置をねすごくこだわっているチームなんですよね、はい。まあ、比較お、さあここはバックパスのミスを拾っていって安藤が前取ったチャンス。さあここは左サイドも上がりがありますが、そこを使っていく中山、打てる、うん、キーパー正面をつきました。北九州は少しビルドアップで肝を冷やすシーン、うん、そうですね、はい、比較的やっぱりこう相模原高木監督になって少し前からねプレッシャーかけることになりましたので、まあ、それが少しこう相手のミスをね誘ったというのがありますよね、はい。ちょっとセカンドかなり激しい接触ありましたが流しています、うん、川崎つないで一度下げていきます。稲本左に流れていって、このボールは児玉亮斗が拾う。でプレッシャーかけて奪った。さあここはチャンスです。前川大河、枠は捉えていました。コーナーキックです。まあ、ただこうしてみると非常にこう落ち着いて入っているというふうに見ていいですね、はい、落ち着いて入ってますね、はい。まあ、注目の藤原雄大なんですが、さあここは右サイドから抜ける、野口が行きます。野口が逆サイドを見ていた、これが通る。さあ落としていって、しばらく、うん、セカンド左足で狙ってきた、サイドネットを捉えました。伊沢のシュート、ここ後ろねしっかりと回っていることで、はい、またそこチャンスになりますし、でその後のセカンドボール、さあ下げて針川が中央送って、伊沢ワンタッチ、ここは稲本はカット、そして安藤から稲本、裏を通せればというシーンでした。いや惜しかったですよね。あのやっぱ、おここは裏抜け出していきます。キーパー出ますがクリアをしました。さあこの接触、うん、大丈夫でしょうか。ボールですよね。まあ、ちょっと体向きがね良くなかったんですけど、このセカンドボールねうまく拾って、ボール先には触ったんですけど、その後接触はしてますよね。まあ、古巣北九州との対戦、まあ、特別な意識はないと言いながらも楽しみですという話はしていました。ニアに来るヘッド、稲本に合わせてきました、はい、ピンにさせる動きはね少しブロックしながら、あのそういう駆け引きもありましたし、まあ、これは非常にこう狙ってきた。さあ高橋大吾は中を見ている。前川大河を使って、前川が右からクロスを送ってくる、塩に入りましたが小野沢シュートは打ち切れない。セカンドボール、伊沢が狙った、ポソクロスバーのあたりを叩いたでしょうか。もう完全にコースを狙って、あよく言う、ニアに来る、お流れている、キーパー竹重、そしてもう一度二人詰めていきましたが、伊沢も行きましたか。これ止めてますよね竹重ね、ね、まあ、ユーリがクリアできないボールが入ってきたボールを一回止めて、いやこれも、はい、さあまた千代に入ったヘッド、ここも止める相模原、
今梅井が対処、もう一回目行く。永田がヘディングで競り合う、セカンドボールちょっと当たらなかった富山。ポストですよね。ですね、はい、ただ相模原も耐えています。カルトナヘッドで、セカンドボール拾う高橋大吾、広げる野口、中を見るクロスヘッド、ここも竹茂が立ち戦いました。思わず頭を抱えます。もう時間ないんで、かなりこう、有ヶ谷の右足、キーパー竹茂出る、キャッチ。さあ最後の一発カウンターのチャンスがあるかどうか。今4分台に入った。長いボール前線、ワンプレーはできそうだ。しかしここで笛が鳴りました。両チームの選手たちがピッチに倒れ込みます。耐えた相模原、そして突破ができなかった北九州。勝ち点1を分け合う結果になりました。